うちのチームには大きな旗がないんだよねっていうチームさんとか、旗はあるんやけど振る人がいないんだよねっていうチームさんもね結構いらっしゃると思います。でそんな時に登場してくれるということで心強い存在ですよね。でうちのチームでもやってほしいんやっていう方いらっしゃいましたら、この後ぜひね声かけいただきまして、ちょっとうちにも来てよっていうふうに言ってもらえたらなと思います。であと今年の高知よさこい祭り全国大会にも参加されるということで、チームはおっさんず with 母ちゃんの振り手で参加をされるということです。勉強熱心キーの国ということで言葉いただいております。さあそれではご準備よろしいですかね。キーの国さんご準備よろしいですか。大丈夫ですか。はい、それでは最後飾っていただきましょう。キーの国さんです。どうぞ。この地に流れゆく心地よい潮の風、あの日と同じように響けこの声よ、あの歌よ。Oh.
とうございます。最後もこの会場がまさに本場高知に来たようなぐっとあの胸にしみるいい演舞でございました。本当にありがとうございました。